食事、栄養、ご相談窓口は誰なんでしょう。で、皆さん方はペット栄養の資格を取るため、資格試験を受ける人がたくさんいるので、その辺は多分覚悟していると思うけれど、栄養的なものの相談、どんなフードがいいかの相談窓口。もちろん獣医さんに相談をします、飼い主さんも。でも、やっぱり看護師さんに、まず最初に聞いてくる人が多いですね。受け付けなんかで帰る前に、こういうことをしたいんだけど、なんかいいふうにないかしらとかね、どこと気をつけたらいいと思う。で、もちろん皆さんがパッと答えられるものもあれば、先生に相談してきますって言って答えなきゃいけないものもあると思うんですけれど、でもいずれにしても、皆さん方が相談窓口になるんですよ。行動問題もそうですね。うちの子、なんかこのリード、ちょっと長すぎるんだけど、もうちょっと短い方がいいかしらとかね、このハンデするいとこないで受けちゃったのよ、どんなものだと判定できないかしらとか、結局行動問題とか、そういった道具の問題、そういったもの